杉谷健氏、杉谷健氏、杉谷健氏、1991年2月4日隊は、東京都練馬区出身のプロ野球選手、外野手、内野手、宇藤良田。現在は、北海道日本ハムファイターズに所属。父は元プロボクサーの杉谷光る。血液型 B 型。練馬区立大泉第三小学校時代は、つばめ野球部でプレーし、 練馬区立大泉西中学校時代は、東練馬シニアでプレーしていた。杉谷の一歳上の兄、長期も進学していた、名門、帝京高校で一年生からセンス買われ、声優劇手を任され、甲子園には、春夏通算で3度出場した。夏の、第88回選手権大会では準々決勝、智弁和歌山高校戦の大逆転した、直後の9回裏に、 監督の前田光夫から度胸を買われ、投手として近等番もしているが、先頭打者に支球を与えてしまいわずか1球で、降板となり、結果的に敗戦投手となった、詳細は、第88回全国高等学校野球選手権、大会里市弁和歌山大帝京を参照。なお、2016年8月19日放送の、ミュージックステーションでこのシーンが登場している。夏には、 外野のレギュラーに昇格した兄の正気と共に連続出場し、前年と同じベスト8に進出。2年生の時の秋からは首相に就任し、スイッチヒッターへ転向した。東東京大会では優勝した関東一高に、敗れ、3年時は甲子園出場はなかった。高校通算25本塁だ。高校卒業後の進路は、 社会人野球に決まっていたがプロが諦めきれず、日本ハムの入団テストを受け合格、2008年のプロ野球ドラフト会議で日本ハムから6位で指名され11月11日に契約金1、0円、年俸450万で仮契約した。なお、この年の同ドラフト会議では、杉谷の提供高校の同級生の高島翔平も中日ドラゴンズに4位で指名されている。 2年目にイースタンリーグで133アンダーを打ち、1998年に高梨俊弘、ヤクルトスワローズが打ち立てた同リーグのシーズンアンダー記録を12年ぶりに更新した。6月29日に一軍初出場、同年7月21日のフレッシュオールスターゲームで優秀選手賞を受賞している。 6月26日の東北楽天ゴールデンイーグルス戦に途中出場し、河井隆史からプロ入り初本塁打。この杉谷の本塁打はその試合におけるチーム唯一の安打でもあった。同年8月8日の福岡ソフトバンクホークス戦には同点で迎えた9回裏西一二塁に代打で出場し、森福正彦から左中間を割るサヨナラ的時二塁打を放った。 このシーズンは二塁で西川春樹と併用され、主に相手の先発が左の時に出場し58試合で打率。235、日本塁ら12打点。イチ軍と2軍を往復することになり、結局55試合で打率。199に終わった。もう87試合に出場したが打率は203は序盤から主力の非対抗が怪我で離脱し、 日の穴を埋めるように、中堅、右翼を中心に先発出場する機会を増やした。交流戦終了時点で、規定打席未到達ながら打率、322、盗類録、最終的に規定打席に満たなかったが、自己キャリアハイの打率、295、より背番号が、61から2へと変更された。同年4月10日の楽天戦で、右手幹部を痛め途中交代。 右手ゆう骨骨折と診断され、手術を受けることとなった。約2ヶ月間離脱し、シーズン終了時に、翌シーズンは怪我をしないことと、二類種のポジションを田中健介から勝ち取ることを宣言した。は35試合の出場に終わり、契約公開時には、恒例の爆笑会見を封印となった。10月に結婚した。シュア打撃と、俊足。 強権、堅実な守備にリーダーシップが大きな武器で高校2年の冬に右打ちから両打ちに変更した。内外やすべてのポジションを守ることができるユーティリティープレイヤーである。そのため代打、代走からそのまま守備に入ることが多い。2014年以降は外野手としての出場が多くなっている。父の杉谷光は函館市。 旧南茅部町出身の元プロボクサー、競泳ボクシングジム所属で、日本フェザー級王座獲得並びに、同級での世界挑戦も経験した。自身も父が引退後にトレーナーをしていた、ボクシングジムに通いトレーニングをしていた時期があった。非常に明るい性格でもあり、日本ハムの OB で、野球解説者の岩本つとむから、うるさ、杉谷と呼ばれるほどのいじられ、 ギャラでもある。2011年の春季キャンプ中には、報道ステーション、テレビ朝日内スポーツコーナーの特集企画、企画外にて大声を上げて打つという点を、キャスターの栗山秀樹、当時に取り上げられ、なお、栗山とは後に、日本ハムの監督と選手という関係として、再会することになる。2011年まで日本ハムに在籍した、ダルビッシュユにはまだ、杉谷は、 早いということで、杉谷と呼ばれていた。2012年の年末、元チームメイトの木田正夫が、アカシア・サンタの史上最大のクリスマスプレゼント賞の生放送に出演する当日に、木田の元を訪ね、出演依頼はあったわけではないが、フジテレビまで同行した。日本ハムでは一年先輩の中田翔の世話役として、主に中田にいじられることが多い。 自身の SNS 上で中田との写真を公開するなど、お互いに気心の知れた関係である。また、敵地西部ドームでの試合前での打撃練習中に、同球場のウグイス場からもいじられている。なお、西部ドームのウグイス場による攻撃は2014年9月から行われているが、そのきっかけは杉谷が知人団体の同球場での観戦に際し、リクエストしたことである。 2015年より、夢対決。トンネルズのスポーツ王は俺だ。スペシャル内の1コーナー、リアル野球 BAN に、帝京高校の先輩でもあるトンネルズの石橋、高明率いる石橋ジャパンの一員として参加している。ゴルゴ松本と共に、TIM のネタを披露したり、対戦相手として出演している先輩の中田に対し、軽口を叩いて挑発するなどの演出もしている。 利用組合北海道日本ハムファイターズ講演会が球団とコラボレーションして毎年の最新ヘアデザインのモデルを若手選手の中よりファン投票で選出している企画ファイターズスタイルの201年度モデルに選ばれた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。